はい、皆さんこんにちは。いちこカレー YouTube チャンネルです。毎度ご視聴本当にありがとうございます。今日はですね、なんていうんですかね、偽ブランド品を買ってみたでございます。はい。で、なんでそんなものを買おうと思ったかっていうと、僕は生まれてこの方ブランド品というかハイブランド品というものを買ったことはありませんし、興味もないです。はい。なのでよくわかりません。でも皆さんご存知の、まあ、貴金属というか、まあ、時計ですよね。で、まあ、ルイ・ヴィトンとかね、まあ、そういうブランド品もありますけど、わかりやすいのが、まあ、ロレックスとかね、ウブロとかね、まあ、ウブロは最近かな、まあ、よくわかんないですけど、誰でも知ってるような名前のものがあると思うんですけど、そういうものというのは、コピー品が、よく海外旅行とかするとね、売ってたりしますよね。で、日本でも、よくメールの方で、迷惑メールの方で、営業のメールが、偽物買いませんか、買いませんか、買いませんか、みたいな感じで来てると思うんですけど、まあ、皆さん買ったことないと思うんですよ、そんな怪しいやつね。僕もそう思ってたんですよ。で、したら、YouTube の画面の、見てると右上かな、今ちょっと写真出しましょうか。右上の方に、偽物のロレックス、まあ、腕時計の、広告が出てたんですよ。で、これにびっくりしちゃって、なんでびっくりしたかっていうと、 Google さん、 YouTube さんね、でものすごくいろいろ厳しいじゃないですか。で、ちょっとでもね、うっすらでも音楽が入るだけで、収益化が取り消しになったりとか、規約がすごい厳しいじゃないですか、我々配信をしてる者にとって。で、もう自分のところの広告には偽物ブランド品の広告が出てたわけですよ。で、これがすごい面白くてびっくりしちゃって、で、なんで興味はないんですけど、ちょっと買ってみようかなと思ってクリックをしてみました。で、その広告が出てたのも、僕がブランド品を検索してて、欲しいな欲しいなーって見てて、一度ちょっと買おうと思って注文してみました。はい、はい、ではこちらです。届いたのがこの商品になります。まあ安っぽいですけど、一応まあそれっぽいような箱に入ってますね。箱はあくまでも安っぽいでございます。はい。で、これ届きました。で、もちろんね、お金、無駄なお金なんか使いたくないから、一番安いやつ、なんだっけな、ロレックスのデイトナってんだっけ、サブマリーナっていうんだっけ、やつ、今だと140万するっぽいです。はい。そちらの方を、買ってみました。はい、開けてみます。はい、何も入ってません。もう出したからね。で、本物じゃないや、買ったものがこちらの方になります。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じになります。わかります？ロレックス詳しい人わかります？結構ロレックスって自分の周りにはつけてる人がまずいないんですよ。で、まあたまにつけてる人いますけど、そのつけてる人にちょっと貸してっつってまじまじと触ったり見たりしたことみんなないと思うんですよ。だから偽物見てもわかんないんですよね、何が違うのか。で、インターネットで検索して、画像検索して見てみたんですけど、違いがね、よくわかりません、正直。で、これ価格が19,800円だっけな？になってました。はい。一応、自動巻きなんで、まあ、振ると動くようにはなります。はい。パッと見わかんないですし、これね、パコーンと外して、パコーンと外して、まあこうして、これ今もう僕のサイズに合わせちゃってますからね。で、こんな感じなんですよ。いい感じでしょ。で、こういうブランド時計を
もう持ったこともない人間なんで、これ結構重量があって、なんか生々しい重量がしております。はい。でパッと見は分かんないですし、ほとんどの方がロレックスというものを間近に触ったことはないと思うんですよ。こんな100万とかいくらだっけな、150、60万するんだっけな本物ってようなものを、でこの偽物を触ってみて、感想を言ってみたいと思います。はい。パッと見た目はすごくよくできてると思います。結構納得です。はい。で時計として普通に使えます。割と普通に使えます。まあちょっと問題あるんですけど、それは後で置いといて、普通に使えます。でしてると誰にもバレません。はい。だって見たことないから、みんな。はい。誰にもバレません。でこれでどっか行ったりすると結構人が見ますとか、なんか物を買いに行ったりとか飲食店行ったりとかすると結構チャッチャッて見られますね。あー、これがロレックスしてる人たちの自己満足っていうか満足度なんだっていうのをすごい思いました。はい。もともとこういうものってブランド品っていうのは自分ではねお金持ちだということが分かんないじゃないですか、人間だから。人間だとね。でもこういうのつけてると俺は金持ってんだぞっていう風に分かる証明書みたいな意味合いで皆さん使ってらっしゃると思うんですよ。触ってみてどういう感じかというと、まずこのくるくる回るとこあるでしょ、ね、ここが微妙になんか安い感じがする。このガタといい、でも本物知らないから、結構本物もこんなもんなんかもしれないけど、なんかちょっとなんか安っぽい感じがしますね。はい。であとこのパッチンのとこね、このパッチンのとこ、この金具がボーンと取れました。はい。で自分でつけてペンチでギュッと圧縮して直してあります。はい。でこれ時計ってこれロレックスとかじゃなくて、まあ、時計全般そうなんですけど、自分の腕のサイズに合わせなきゃいけないと思うんで、いわゆるここのコマを取っていくと思うんですよ。ちっちゃくしていくためにね。で取ったのがこれなんですけどね。はい。でまあこの辺は普通に、まあ、100円ショップとかで売ってるドライバーね、これだとマイナスドライバーで取っていけばいいですけど、そのねじ切りの山、どの辺だっけ、ちょっと分かりにくいと思うけど、この辺にネジがあるんですけど、ドライバーのここがちょっと甘いです。なんで結構締めなきゃいけないのと、たまに締めてやった方がいいかも分かんない。大体はこのコマを取って、コマっていうのがちょっと分かんないんだけど、コマを取って調整すると思うんですけど、最終的にはここの部分ね、ここの部分でサイズを合わせていくと思うんですよ。ああ、もう動かなくなっちゃったな。よいしょ。まあ、ここの部分でね、ここがスライドしていくんですけど、そこで細かく合わせていくっていう感じだと思うんですけど、ここが細かく調整できません。目いっぱい広がったところ以外ではもう、調整効きません。今ちょっと動かなくなっちゃったな。本当は動くんですけど、ちょっと縮めたところでカチッと止められるはずなんですよ、普通の時計はね。でも止まんないです。だからもう目いっぱい出した状態で、僕は使ってみました。はい。でこれなんていうんだろう、ダイバーズウォッチっていうのかな、まあとりあえずなんか潜りそうな感じじゃないですか、サブマリーナとかいうぐらいだし。で結構な防水だと思うんですけど、一応販売してる業者さんにメールで問い合わせをしたら生活防水ですって言われました。でもこれも本当かどうかは分かりません。でこのベゼルのね、くるくるやって浮かんだところで引っ張って、まあ時間を調整する、まあこの辺はまあ普通の時計ですよね。はい。ロレックスがこの方式なのかはちょっとよく分かりませんけど、まあ普通の時計として使えます。で一番の問題がこの自動巻きですね。この自動巻きが全然持たないです。してる時はちゃんと動いてくれます。で、まあ偽物なんだよね。
あのそんなにするわけにもいかないんであれなんですけど、特に1日で例えば30秒ずれるとか1分ずれるっていうこともないです。だからまあ普通と時計として使えますけど、ネジが持たないんで、例えば1日してますよね、1日普通にしてますよね、1日ちゃんと動いてます、で夜帰ってきます、夕方帰ってきます、はい、時計を外します、で、置いときます、普通にね、で置いといて、翌日の朝にはもうネジがもう止まってます。はい、だから朝にまた時間合わせないといけなくなっちゃいます。なので非常に不便です。はい、だから寝る前に僕だったらこうやってブンブン振ってネジ回して自動巻きだからね、あの自動巻きって分かりますよね、時計が動くことによって自動的に中のネジが巻かれてそれで動くっていうことね、なってます。電池式じゃないんで、はい、こうやって寝る前に振っとくと、まあ起きるまでには、起きるまで動いてますね。だから朝調整する必要はないみたいな感じ。はい、で自動巻きって僕もよくわかんないんですけど、自動巻きの時計持ってますけどそんなに頻繁に使ったことはないんで、あれなんですけど、やっぱちょっとおかしいよねこれって。違う？よく時計のねコレクションケースにこうやって自動的にこうやって動いていく機会あると思うんですけど、それはまあ止めないために定期的に動いたりするやつだと思うんですけど、1日使って朝迎えたら止まってるってそこまで持たないってこと多分ないと思うんだよね。なのでその辺が非常に不便です。はい、なので一応法律上は個人が1個とかねそういうのを持ってる分には特に問題はないみたいですけど、これ偽物ですからね、をいっぱい持ってたりとかもちろん販売したりとかすると法にどうも引っかかるみたいです。はい、でこの動画を撮るちょっと前ぐらいにその YouTube から出てた広告がなくなりました。でそこから飛んだリンク先のホームページも消えました。はい、で最近またちょっと復活してきました、あの広告が。で広告を飛んだらホームページ、また同じホームページなんですけど、まあちょっと URL は多分違うと思うんですけど、まあ内容は一緒で、このサブマリーナ値段が上がってました。2万何千円かしに上がっておりました。はい、やっぱちょっとロレックスの偽物だとかいう以前にやっぱ時計としてやっぱ部品が落ちたり止まるところが止まらなかったりとかやっぱあるんで、ロレックスの偽物以前に時計としてちょっと不良っぽい感じもちょっとあるので、返品できますかって聞いたんですよ。そしたら生活防水ですかとか聞いた時にはちゃんと返信来るんですけど、返品したいってなると、全く一切返信は返ってきませんでした。ちょっと試しに行ってみたんですけどね。はい、やっぱそういう業者です。で一応その YouTube に出てた広告の会社、こちら送ってきた会社は東京じゃないや大阪は生野区の住所で送ってきましたが、ストリートビューで見てみたんですけど、そんな住所に、事務所っぽいところはもちろんありませんし、メールをくれた方も外国人のお名前でありました。はい、なので、2万円のロレックスサブマリーナよくできております。でも細々したところがやっぱ作りがやっぱ甘いですよね。メインねやっぱこの辺をすげえ力入れてんでしょうね。他の部品はちょっと時計としてバンドとしてね、時計のこのベルトね、の作りがちょっと甘かったですよね。ということで、これ買ってみるのは法に、私は買う側は特に違反はしてないんですけど、売る側は違反してますし、絶対反社会勢力的なものが絡んでると思います。なので、買わない方がいいと思います。でもつけてみると
人の対応がやっぱちょっと変わるんですよね。だからみんな買うんでしょうね、ロレックスとか。まあお金持ちの方がほとんどだと思うんで、まあ本物を買ってらっしゃると思うんですけど、でもお金持ちって分かってほしいっていうその精神性がすごいなんか貧困ですよね。お金持ちってお金持ちって分かってほしいんだみたいなね、いう感じですよね。まあ、もちろんこれ工業製品、機械製品として多分すごい優秀な時計だと思うんですよ、ロレックスというものが。だから全国的にね、全世界的にファンがいて、価格があって、今だと価格が高騰してると聞きますから、そういう風だと思うんですけど、ほとんどの人がやっぱステータスシンボルとしてね、俺金持ってんぞとしてつけると思うんですけど、まあその気持ちはわからんでもないですね。私は貧乏人なんで、わからんでもないですけど、本物のお金持ちは、まあこんなもんつけなくても、自信満々だと思うんで、つけなくていいと思いますけど、まあ、つけてると、人の、対応がちょっと変わってくるっていうのが、いや、世の中ってすごいなと思いましたね。怖えなっつうか、人って見た目で判断してんだみたいな。さあ、ということで、みちこカレー店主、まあカレー屋なんですけど、偽ロレックスを買ってみたということでございます。もちろん時計としてちょっと使いづらいのですし、偽物をしてる俺って何みたいな感覚もあるんで、まあ使わないと思いますけど、2万円でこれぐらいでこんな感じなんだ、よくできてんなーっていうの感想。はい、ではこの動画終了したいと思います。みちこカレー動画では、おじさんがやりたいことを、やって、それを動画にしてるチャンネルでございます。で、あと毎週水曜日ですね、毎週水曜日9時から21時から YouTube ライブの配信をやっております。そちらの方もご参加いただければ幸いかと思います。はい、よろしかったら、まあ、グッドマーク、そしてチャンネル登録等していただけると、私の、まあ、モチベーションというかね、やる気になるというか、心温まるハートウォーミングな状態になりますので、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。